ゃあ猫の主張、自分がこんなことをしたいっていうことを書いてます。今日皆さんにこれを作ってもらう時にもコンセプトをぜひ受け継いでほしいと思っていて、こういうものが得られる社会であってほしいとか、ちょっとそういう広がりのあることにしてほしいなって。人間から遠ざかってましたので、面白い、ねえ、これもう一段階先まで完成したような感じがして、すごい嬉しかったです。